ういう試合やってきた過程を出せる状況を作れてたっていうのは自信で言える。相手がガンバだろうが、アナスタだろうが、ダメならもうしょうがねえじゃんっていうぐらいの、まあ、準備と積み上げをしてきたから。そっからなかなか勝てなかったですね。勝てなかったね。これガンバともやってるよね、天皇杯で。ボロ負け。でもパナソニックスタジアムで監督として戻ったわけやん。そこはどう？最高。この景色いいなっていうのはすごい思ったね。あ、それを逆に先週に感じ取られてしまっちゃったかな。もう監督なんかもう楽しんでんぞみたいな、ここ戻ってきたなみたいな雰囲気出してんぞみたいな。ガンバの例えば選手もそうやし、ファンの方もありがたいことに反応してくれて、監督っていう俺に対して反応があったから、余計にうちの選手に申し訳ないなと思いながら、変な意味で作られちゃったなっていう反省は。そういうのもやりながら、なかなか勝てへん中で10月23日、横浜 FC 戦やろ？ここまでやろ？そう。9月1日に就任して10月の23日ということは2ヶ月近く、ですよ、ね、勝ちもなくて、僕はそのバーチャルで初戦2連敗して、その夜ちょっとへこんで、自分のもう不甲斐なさに超へこんで立ち直れへんのちゃうかと思うぐらいまでなったわけよ、へこみそう、へこみそうその辺はちょっとどうでしたぞ。でも幸いその間にマリノス、フロンターレ、上位のチームでやれて、そうね、もう本当勝てなかったけど、やろうとしてることを選手がやっぱそれ相手でも出してくれたっていう過程があったから、結果につなげるのも自分やなと思ってた、その交代含めてゲームコントロールを含めて、それをなんとかせなあかんし、選手はそれをやり続けてくれるやろっていう、あれもあったから、マリノスフロンターレがすごく大きかったから、勝てなかったけど、あの内容できたとか。貫けたっていうのは、多分後々のその戦い方、結果に対してもさ、貫かないかな。そんな中でのこの初勝利はどうでしたか？初勝利の味は。勝ち方はやっぱ勝ち方やったし、最後にもう土壇場で1点先制されて、2点ポンポンって言うと、最後の最後でも取ったという感じですね。まあ、点の取られ方もね、自分たちのミスで生まれて、でもそれで感じて1点にしてした時に、選手の顔を見た時に、あ、大丈夫やなって変なのもあって、で最終的にはその交代を受けた選手が点取ってくれたんやけど、なんかこう安心して見られた自分がいて、これは変な関心とかそういうことではなくて、不思議な感じやったのは、点を取った選手、取ってくれた選手もそうやけど、多分あったんじゃないかな。もちろん相手は横浜市やったから勝たなあかんって、アドレナリンがいつの日か出たっていうのがあるかもしれない。そういうのがまずつながっていったし、勝ち方としてもこの上ない勝ち方をしてくれて、横浜市からしたら多分救ったって感じになったやろ。それは大きかったかな。チーム一生忘れられない。残留決まったのは最後まで決まってない。でしかも試合終了こっちが終わって、あと3分ぐらいはまだは決まってなかったね。あれは徳島、広島ね、徳島、広島の結果やもんね。徳島が勝っちゃってたら、あ、なんかそうだね。これ最後またガンバ大阪のホームですよ、パナソニックスタジアムですよ。2回目やったから、まあ、状況は勝たなあかん状況やったけれども、ちょっと1回経験できてたから、その免疫は俺だけじゃなくて選手もあったんじゃない。11試合やった、12試合目やったから俺から、でその11試合やってきた過程を出せる状況を作れてたっていうのは自信も言える。相手がガンバだろうが、アナスタだろうが、まあ、湘南としてしっかり戦えるんじゃないかっていう答えが手乗り込んだから、ファンも本当に自分たちで結果、これでダメならもうしょうがないじゃんっていうぐらいの、まあ、準備と積み上げをしてきたから。これまあ一応その監督が変わって残留という多分ミッションがあった中で、残留をできたということに対しては自分の中でどうですか、そのあたりは。これはかなり大きいし、周りもあんまりこう気使って残留しろ残留しろ危ないのか言わないでよ、言ってくれればいいのに。でもその残留に対して本当に先週のおかげで勝ち取れたんで、最後の運みたいなところがあった、徳島が広島に出るさ、前半からっていうのがあったとか、そういうのもやっぱついてくるのかなと。まあそうね、かなりこの今年2022シーズンか、J1 で戦えるっていうのは個人的にもそうやけども、この選手でもう一回戦えるっていうのはすげえ楽しみやし、そういう意味ではすごく大きな残留やったかなって。十何試合、12試合やったってこと？11試合、あの J リーグと1試合が天皇杯があった。
勝負分けようかよ。うん、このあたりどう、その自分の成績的には。単純だけど11試合やって勝者できない。今もあるそうだ。そうね。でもまあ残留させてもらえたっていうのは大きな課題を与えてくれたのかなっていう切り捉えて、うん、この2勝5分けの部分ね、どう勝ちに何本持ってこれるかも、どう勝つ負けをどうスクラップしていくか、明確に課題は残って今年を迎えられるから、うん、いい部分が単純に俺の力ある。2021年シーズン残留を決めた後のオフはどういう感じだったんですか。とにかく見直しという振り返りの部分、良さが何なのか、これから何ができるのか、何をしたいのかの照らし合わし、うん、でもちろん選手の補強とか編成のところは監督としては初めての経験やけど、ここまでやんねやっていうのもあったし、評価と話し合いながらもちろん選手に会いに行ったり、うん、まあ、できることはやりたかったから、そのね、思いを伝えには行ったし、そういうオフやったかな。まあ、でも比較的ゆっくりもできたし、結果的にいろんなサッカーを見たり、いろんなサッカーというか自分のサッカーを見たり、手の前見たり、うん、監督としてやれる初めてのシーズンになるから、今日もそうですけど忙しいとこ、こうやって話ね聞かせてくれて、忙しくはないから、いや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 、いや、まあ、それもスタッフがいるから、うん、すごい助かるというか、周りには助けられてもらってるから自覚しながら、うん、嬉しいよね、こうやっておばんざい出てもらって話してくれるだけで、しかもこう佐藤氏がや、うん、あの監督としてどう考えてんのかみたいなのも多分知らん人も多いよやろうから、まあ、知らないやろし、こんな機会あんまりないから俺もありがたいよね、うん、やっぱ知ってもらいたいし、うん、でそういう目線でやっぱり見てもらいたいっていうのもあるし、うん、そういうこと要求されててこういうプレーなんやとかっていうのもあるし、ね、うん、そこはなんか自分自身もやってもらいたいし、こういう機会は。これは見た人は湘南今年どんなサッカーやんねやも含めてこれ楽しみやと思うよ。多分楽しみにしてほしいし、うん、そういう刺激をやっぱ俺自身も与えてほしいし、湘南に対しても与えてほしい、うん、やないと、まあ、こんな言い方したらあれやけど万年、ね、残留争いのチームで終わってしまう、まあ、そうじゃなくてやっぱり上を目指すっていう大きなビジョンがある中でやってるから、うん、そういうのも知ってほしい。去年で言うと全体的で7勝16分け15敗36得点41失点、これはまあ38試合あるっていうことの中で36得点しか取れてないってことは、点もあんま取られてないけど得点も取れてないっていうことでしょ。そう、まさしくそこが課題。このあたりを山口監督がどういうふうに改善していく、この失点のところで言うと、うん、やっぱりうちのストロングでもあるし、うん、1試合に1点としている34試合で、うん、34には抑えたいよね、うん、そんなの得点のところはやっぱり1試合に1点じゃ足りない、ウィリングにはね、4から 1.5 倍ぐらいというか、うん、まあ、50点取れれば多分40から50は目指したい、うん、キャンプも含めてどういうふうに落とし込んでいったりとかやっていくみたいな、もうイメージはありますかね。イメージはある、まあ、去年までやってきたことの継続、うん、その先に自分のさっき言ったような色を攻撃のところで特に出していきたいなと、うん、まあ、守備では本当にある程度整理されて強度も高くできるから、それはもうベースにしてそこをもっともっとこう追求していく、プラスアルファ何のためにその守備をするのかっていうのは追求していく、なかなか勝てへん時、去年もね一番こう結構辛いような状況の時でも、まあ、結構俺は電話してたからさ、あんまやっぱ全然変わらへんかったから、もうだからすごいいいなと思った。なんか俺が変わったところでね、その選手のプレーが良くなるわけでもないからね、へこむ感じをなんかあんま見せへんというか、あれなんかすごいなと思って。でも考え出すとやっぱり凹んじゃうよね、こうしてこうしてやっぱりやれなとか、うん、じゃなくてその中でじゃあ次それをどうしようっていう発想の転換を良くしてるかもしれない。それを受け入れて、うん、それがなくなるためにはどうしたらいいんやろうっていうのは常に考えてるかな。皆さんどうですか、今年のこれは湘南ベルマーレ、うん、山口聡監督、うん、これ楽しみになったんじゃないですか。楽しみにしてもらいたいよ、見に来てほしい、やっぱりその温度感とかね、生で感じるものってあるから、ここはやっぱり1回でいいから1回来てよって思うことを増やしていきたいよね。これはちょっと俺も見に行ってないからな。そうやね、マジそこ。あれね、電話くれるし、そういうのはすごい助かるし、ありがたい。わかりました。ということで最後の締めをやりたいと思います。最後の締め知ってる？ 1,2,3 おばんざい、うん、最後まで見たことない、ね、あそうこれが課題やな、離脱していってまうやろな、みんな最後まで見ずにな。今シーズンの2022シーズンの東南ベルマーレ並びに山口聡監督の健闘を記念してやりたいと思います。いくぞー、おーおー、1,2,3 おばんざーい。
ありがとうございました。ありがとうございました。